とライブアライブ実況プレイのパート18やっていきましょう。 SF 編の攻略第4回目ということでですね、この船でちょっとトラブルが、起きておりまして、その調査のためにですね、カトゥーとカークが、船の外で作業をしていたところ、カークの着ていた、スーツに異常があってですね、その生命維持装置がまあ働かなくなったせいなのか、カークが急に、命を落としてしまうというトラブル、そして、船のどこかで爆発音が聞こえるっていうことでね、非常に危ない状態が始まってしまったわけですが、ん？二箇所行くとこあるな。ここじゃないのか。はいか。一回じゃないな、多分。三回だ。船内には異常ないようですね。なんてことだ。親アンテナが吹き飛んでいる。この船は最悪だ。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもんだ。そう、船長がさっきからずっとね、モニター越しで姿現してないんだよな。怪しいな。飲む？おやおや。飲んでくれるのお前だけか。あ、ありがとう。そうだな、僕がしっかりしなきゃ。船長、部屋にいたんですか。大変なんです、カークが。何？それは本当かね？それは気の毒に。まずはこの事態を収めることだ。彼を弔ってやろう。準備してくれたまえ。私も今行く。あ、船長。随分と優秀な船長さんだな。乗員が死んだってのに、ああも冷静に振る舞えるとは。僕はエアロックを準備してくるよ。じゃあ僕はカークさんの部屋へ。棺に入れられるものがないか見てきます。ああ、そうだね。お願いするよ。
みんないなくなっちゃったよ。そういえば、なんだっけ、よいか。乾くだ。これさ、ちょっと待ってね。いいか。コピペしときたいな。どうせ結構打つでしょ、これ。こっちは。ダメか。トロフィー。スニーカー。3D ホログラムフォトフレーム。合言葉。合言葉。合なんかヒントっぽいのあったっけ。ちょっとタンマだな。ワープ工法。あー、なるほど。眠るときは足の下。メモリーカード。ゲームキャプテンスクールで進行時期をセーブできる。もう終わったわ。もう終わったわ。終わったんだわ。宇宙層か。弔ってやれるだけ幸せってもんだ。うん。とりあえずここではないと。ドカーン、ま、その、なんだっけ。なんか、アンテナ飛んだ時の音が。まあ、やばいことには変わりないんだけどね。まさかこんなことになってしまうなんて。確かに僕は科学をよくは思ってなかった。なんでここセリフで声ねえの。でも死んでほしいなんて思ったことはなかった。次は？すぐ2階へ。
医務室か。おい、ないぞ。待て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 。なんだって遺体が。まずいまずい。他のみんなもいる。どういうことです。私に聞かれても困る。それよりレイチェルとか言ったら、彼女は呼ばなくていいのかね。わお。カーク。よく眠っているわ。待ってて。私クッキーを焼いてくるから。あなた大好きでしょ。やんじまったよ。何してるんだ、レイチェル。この人は誰にも渡さないわ、ヒューイ。あなたの考えは分かってる。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。いや、それその考え方もどうかと思ったと。あ、てか元々あれできてたのね、この二人で。しっかりしろ、レイチェル。こういう恨み方はする、まあ、ないとは言い切れないかもしれないけどさ。そこから逃げろ、レイチェル。ヒューイがお前を狙って、俺は今エアロックの前にいる。早く体を取り戻さなくては。すぐに来てくれ、レイチェル。何？いやー、危ないぞ。レイチェル！これ何か陰謀めいたものを感じる。まずいまずい。どこ行った？待てよ。来なくなってきたね。怪しいぞ、怪しいぞ。バカな真似はよせ。離して。
何もできん。ん？オールって誰だ？わー出たいいねー、ってか奥開いてる。まずくね？まずくね？ワンチャン積みセーブじゃないこれ。まずいまずいまずい。奥に行ける。ベヒモスと遭遇したら急いで別のエリアに逃げましょう。凶暴なベヒモスに接触するとゲームオーバーになってしまいます。なるほど。移動したらこっちの方が早いな。あぶねえ。やばいぞこの船の中。なんだとベヒモスが。おい。しまった。まずいまずいまずい、せめて。あぶねえ。ナイスカトゥー。大丈夫かい？よかった。どこも壊れてはいないね。いいか。落ち着いてよく聞くんだ。あんたがさっき医務室で見たのは何だ？あのベッドに横たわっていたやつだよ。いいか、冷静になるんだ。悲しいかもしれんが、あの男はもうこの世にはいないんだ。あとは大丈夫だな。私は向こうを見てくる。あの、ありがとうございます。私も宇宙で死にたくはないからな。私だ。お、コンテナは本当に空だ。もう倉庫にはいないようだな。ここで今頼りになれるのは五丁だけかもしれん。嫌なやつだけど、でもいろいろ事情もあるんだよなこの人もな。
ごめんなさい。私信じられなかったの。だってだってあんまり突然なんだもの。何も言葉が見つからねえ。とりあえずコーヒー飲む？あ、ダメ。優しいね。惚れてくれてもいいんだぜ。大丈夫かね、みんな。調子はどうだ？今ベヒーモスが船内をうろついてるんだ。何？それは本当かね？それは気の毒に。何言ってるんだ。非常事態だぞ。いつまで部屋の中に閉じこもっているつもりだ。何？それは本当かね？それは気の毒に。何？それは本当かね？それは気の毒に。ベヒーモス、これ以上カークを傷つけられるのは嫌。レイチェル！やめろ！死にたいのか！でも二人が。やっぱり放っておけないよ。おいおいおい、もういろいろ危ないぞ今。だってね、やべえのうるついてんでしょ。ヒードはそんな早くなかったからね。出くわしても反応さえすれば逃げられるとは思うけど。おい、ヒューイさん、襲われとるやん。レイチェルは？大丈夫です。レイチェルさんは生きてます。無茶ですよ、こんなこと。いいんだ。僕はただ今でもレイチェルが。彼女は生きてる。二人目の犠牲者が。コールドスリープのユニットに寝かせましょう。あそこなら大丈夫です。お願いがあるんだ。コンピューターの端末室へ行ってくれないか。デシムに頼んで船長室のパスワードを調べてきてほしいんだ。今船内が危険な状況なのは分かってる。でもお前にしか頼めないんだ。大丈夫、
っとうまくいくさ。一緒に地球へ行こう。いいから行くぞ。なるほどね。いや、まあ、こっから本格的に、このキューブがね、今この状況を打破していくために、船内動き回っていくっていう感じか。いやー、にしても、この短い時間に二人目の犠牲者、そしてなんだったらね、レイチェルも結構危ない状況ですよね。まあ、ベヒモツがうろついてるから全員危ないことに変わりはないんですけれどもね。なんとか無事にね、地球に帰還する日は来るんでしょうかと、いうところで、今回はここまでとさせていただきまして、また次回続きやっていきたいと思います。では、ライブアライブ実況プレイのパート18、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見に来るな。